まいりました。弥生と申します。本日このような豊川おいでんさんの花の舞台で弥生が一発目に踊らさせていただきますことを誠に感謝いたしております。ありがとうございます。本日弥生ごとではございますが、弥生アクト50七福神の初披露とさせていただきます。ありがとうございます。今年の作品のテーマはタイトルにもある通り七福神。私たちが住む名古屋の町には名古屋七福神の7箇所の札所がありまして、そこを巡ると福を手にすることができるとされております。これより誘います。弥生の七福神の世界で皆様が見るのは吉夢か悪夢。精一杯踊らさせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。それでは、せい、は、ありがとう、渚を超えるアルプス、明日を待ち焦ぐ、ソチの夢は、東の空より、いずる日に、染まりて色づく、鮮やかに。弥生アクト50七福神、福を求めてイースト。
にたくさんの声援ありがとうございました。